皆さんこんにちは。 NPO 法人グッドライフ様の同行依頼を受け、ジェネラルサントスに来ています。はい、ここはジェネラルサントス郊外の田園地帯です。ここはフィリピン・ミンダナオ。ジェネラル・サントス。ジーサス・クライスト・センター・オブ・プレイス・インターナショナル。イエス・キリスト・センター・オブ・プレイス・インターナショナル。夕方になり涼しくなると、フィリピンのポピュラーなスポーツ、バスケットボールが始まります。今日は近所の子どもたちが集まり、画用紙で工作教室です。用意された画用紙が配られ、絵の具で好きな絵を描きます。子どもたちは完成したお菓子の箱を見て、それぞれの想像で好きな絵を描きます。子どもたちのお母さん、お父さん、地域のボランティアの方も集まり、夕食のごちそうが振る舞われます。遠い日本から見知らぬ人たちがやってきて、子どもたちのために慈善活動や寄付をしてくれる。名前など覚えてもらえなくてもいいです。日本から子どもたちのためにやってきてくれた日本人が子供のために来た、それが忘れずに記憶に残るはずです。 NPO 法人グッドライフの地道な活動、私もそれに同行できて嬉しくなりました。こんなに上手でカラフルなチョコレートボックスができました。はい、お菓子の箱が完成しました。お菓子がもらえますよ。ほら、子どもたちが描いたお菓子の箱です。それぞれの希望がありますね。はい、お菓子の箱にポッキーがもらえました。多分ポッキーを初めて見る子もいるでしょう。みんな自分の番を心待ちにしています。選んだポッキーがもらえました。次はぬいぐるみ人形がもらえますよ。
日本に大きく知らされなくても、日本の皆様が送った寄付がこうしてちゃんと遠い地域の子どもたちへ届いています。お母さんたちへも配られています。お手伝いしたお父さんにも配られています。お父さんたちも記念撮影。ありがとう日本の皆さん、ありがとうグッドライフさん。